とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。裏技をね、今日はやります。裏技、それがまずこれを準備してください。ゴーストキンドラーじゃなくてもいいので、回避中に一瞬だけ霊体になる、このスキルがついてる防具を準備してください。で、これをつけると、回避した時に、霊体になって、こう敵をね、こう抜けることができる。スーッとね。なので、敵に囲まれた時とかに、全然安全に戦っていくことができるようになります。でもこれがね、一瞬なんだよね。一瞬霊体になる。で、これを、ずっと霊体にすることができます。まず、回避をしてください。回避。で、回避をした瞬間に、インベントリを開けて、装備を変えます。そうすると、なんでもいいね。ずっと霊体のまんま、過ごすことができるんだよね。今、霊体っていう字は消えたけども、幽霊マークがついたまんまです。これね、もうずっと霊体なのよ。このカカシとか、普通抜けれないけども、スッとほら、中に入れるんだよ。これがもう霊体になってるっていう証拠。カバンビルドとかやってても、敵がね、こう、固まった時とかに、抜けれなくって、やられることがあったと思うんだけど、この霊体にずっとなってると、それがなくなるので、生存率が上がります。これね、めちゃくちゃいい裏技です。ただ、ソロプレイじゃないとできない。マルチプレイだったら、この回避した時に、このインベントリをね、開けることができないんだよね。外の時間が動いてるので、霊体のまんまに、なっとることができないので、ソロプレイ限定での裏技です。はい。まあ、とりあえず、やっていきましょうか。では行きましょうか。ナイトモードだね。では、霊体になります。で、すぐ、インベントリを開けまして、装備を変えると。はい。簡単だよね。これでいいんだ。ほら、スーッと抜ける。スーッと。スーッと。スーッと。ただダメージは食らうけども、敵を抜けることができるようになります。囲まれた時とかに、ものすごい安全になるよね。もう囲まれて、はもうどうしようっていう時が結構あったと思うけども、これがあるとめちゃくちゃ安心です。ここも結構楽にいけるかな？まあまあ、ここは影カバンがすごく向いてるところだけども、いいか。ああ！ちょっと待って、変更ついてるやついたでしょ。変更がついてるとちょっと弱いから、勘弁してください。ああ、でも球根ついてるからさ、とんでもなく出るね。ソウルが。すごい。で、しかも2倍だし。すごい数のソウルが出る。これは、流れ込む魂で、回復し続けるから、死ぬことはないな。おそらく。いうことはなんかなさそうな気がする。相当なことがないんだってね。あ、まあまあ、ワンパンされれば死ぬけどさ。ワンパンされなければ全然大丈夫。ものすげえ、画面を覆うような、ものすごく真っ白になる。このまま行きますか。結構矢が出てきてくれてるんで、増殖はしなくても良さそうだね。このまま進んでいこう。できればね、これキャプテン全部いてほしいんだけど、いるかな。いや、いなかった。もう時間かかっただけだった。で、しかもここ嫌いなんだよな、こいつ。こいつワンパンしてくるからね、どうも嫌い。おーし、倒した。行きましょう。いるかな、キャプテン。とりあえずまだ、
1体しかいないよね。いるか？あれ？全然いないんだけども。大丈夫？レッドストーンゴーレム。ちょっと、雑魚敵も一緒じゃないと、倒しにくいからね。オッケー！無理か。ちょっと雑魚敵、出てきてくれない？もう倒せるわ。倒してくれ。よし、なんか出た。おお、いいよ、パープルストーム。やばい、これいないわ。一体だけだわ。この先は、もういないでしょ。いるか。なんか、若干道が、開けてる場所がある。いた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 。オッケーオッケー。見えた瞬間倒す。脅威が2。今日ね、神秘もちょっと、増えてほしいんだけどな。もういないか。もういないかもしれない。で、いつの間にかさ、あれだね、幽体になるのが、消えてるね。やられるとダメなんだ。やられたら、もう一回かけ直さなきゃダメなんだな。だね。そうかそうか。やられると、もう一度かけ直さないとダメっぽいです。はい。ここはちょっと注意しとかないと、あれってなるから。ちょっと注意していきましょうね。それでは、報酬なんだ。ここは？そうか、季節のやつだったか。次だよ、次。反逆者。で、256。まあ、悪くはないね。見てみましょう。スカルの大釜。これはまあ、お供え物だね。反逆者いらない。いらない。やっぱり防具には、クールダウン一つはついてほしいんだよね。最低でも。ということで、これは、お供え物です。はい。ということで、今日は裏技やってみました。おさらいをすると、このゴーストキンドラーのように、回避中に一瞬だけ霊体になる。このスキルを持った防具をつけて、回避をして霊体になりましょう。で、霊体になった瞬間に、このインベントリー、アイテム欄を開いて、装備を変えます。そうすると、ずっと霊体のまんま、いることができます。こんな感じでね、敵を抜けることができますよ。で、注意点が、一度死んだらば、もう一度かけ直さないといけないっていうこと。そして、ソロプレイ限定での裏技っていうことを覚えておいてください。これかなり使えるやつなので、やってみてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。